先生版タイガーファンディング、夢に踏み出せ。僕ちょっと詳しくないんですけど、慶応通信ってみんな言うんですか。普通慶応何学部っていうじゃないですか。<ー>通信って何学部なんですか。あ通信は、えっと文学部、法学部、経済学部の三つの。三つで成り立ってます。で、文学部なんですか。はい。 じゃ慶応通信文学部ってことなんですかそうですね何やってるんですか慶応通信ってそれがもう僕何にもしてなくて何にもしてない何にもしてませんというのもパーカー買っただけじゃないですかパーカー買ってパーカー買えたのと三田祭去年の三田祭に出た出た出たというかまあ参加したっていうだけです通通信信っってて何やんのの慶応大学授授業業とかそうですねそうなんんですけど僕は今生活もらってる そううややっっちゃゃとやっぱお金金が発生すするじゃないですか金額がただその今もらってる保護費にそれを当てるとそれは不正受給になってしまうのでだからもう何も一応まあ京王通信に入ってはいますけど在籍してはいますけどもう今何もできてない状態なんでもしお金が。 もらえたら僕も動けるっていう。通信生になってそこからオプションで授業を取っていかなきゃいけないってことなあ、そうなんですよ。自分も基本自分えで管理みたいな。そういうことなんだ。じゃあ月額なんか一万円とかを払って K.O. 通信生になってそこから授業をコマを買っていくって感じあ、月額とかはないです。あのあの結構そのえっと単位えっと授業とかテストを受ければ発生するんですけど、今何もしてないんで、まあ年間の授業料とかそれぐらいしか。 払ってないですえじゃあ申し込みあ年間の授業料が、はいはい、いくらそれがまあ、えー、その時はまあ親にれそうすると最低限の,その基礎的な講座は受け入れるってことあ一応はい受け入ればいるんですけどお金が発生してしまうんでえあそうなのそうですそうですスクール授業とかじゃあ20万じゃ1個も受けれないんだ あ、一応資格はあるんですよ。そのあの授業を受けるあのあとはレポート提出するとか、そういう資格はあるんですけど、それをなんかやっちゃうとやっぱお金が発生するから、えそんな都度と、それは生活保護を受けている立場ではやっちゃいけないってことなん給費ではね。じゃもう本当にパーカー買っただけじゃん。そうです。なんで。パーカーで見た際で学食食。めっちゃ面白い。いや面白いね。まあ一応なんかそんな感じ。二十万でちょっと慶応って言えるみたいな。そうですね。いやでも。 あの、コスパいいと思う <laughs>。いや、本当でも優秀だったら、本当4年間で、あのストレートで卒業する人も。いる、いる、あの結構慶応通信って卒業率が低いんですよ。難しいで、有名で。あ<っ>、はあ、そう。さ、もう、ゆ、あの、言われてるのは、もう三ぐらいしか卒業できないで。えー、<だ>そんな低いんだ。だそんだけ、要は、むやみに入る人が多いってことだよ、ね。だあの、それもあると思います。うんうん、最近はちょっと絞った。 みたいなるほどはいも慶応ブランドが欲しいからってことですかそうですちょっと気になるところ聞いてもいいですかその投資のところで慶応法学部に受かった暁には武田塾で働き武田塾の実績に貢献したと考えてましここに武田塾の人いないもんねいないんで僕は実はちょっとふうみんさんと面識がありまして武田塾京都校の元生徒なんですあそうなんだふうみんさんが京大に在学してた時にちょうど僕も一緒にいてあ なるほど。一応話したり、たまにしてた。あの、初めて僕が行って受験相談しに行って、あの、相談してくれたもん、民さんで。一応面識はあって。まあ、<寝る S 1> それはいいんだけど、ね、ここフーと話したらね、この、武田塾で働き、武田塾の実績に貢献したいと考えていますここで行っても、でっていう話になっちゃうあの、本当これは本当これは本当僕も、僕、でも僕、生活保護もらってるじゃないですか。なんで、生活保護って基本、借金とかってできないんですよ。うん、なんで、融資っていうのは、選択肢として、 してはなくて、でもどうせ大学入るときに生活がなくなるわけだから一緒じゃないですか。あ<ー>確かにタイミングの問題か。切り替えるまあそうなんですけど <laughs> 正直すみません。それはやっぱちょっと借金というのは僕の中でもメリちょっとデメリットを感じまして、ああそれで、はい、まあできる 可能なら、やっぱり、投資の方がいいかなと思いましたね。うんまあ、投資しても、ね、武田塾さんに貢献されても、僕には何の利益もないです <laughs> ここは、本当もう、リターンもど、<laughs> どうしよう。どうしようって僕も思うんです <laughs> ただ、ただ、やっぱ、まあ、もし法、経営法学部に受かれば、やっぱ、その、やっぱ、その、勉強のノウハウというか、そういうのは、やっぱ、身につ、あの、教えられる立場にはなれると思うんで、まあ、 あの、本当いろいろ、あの、ちょっと、僕もほぼないなって思ったんですけど、唯一できることで何な、なん、なんなのかなと思ったら。まあ、これなのかなっていう結論になって、ちょっとここを。もうちょっとひねれる人は、出してくださった方に、の塾に、何かしら貢献しますとか、書くはずだと思うんですよね。そうですね。あの、現役の時は、青、青学を目指してたんですよ。僕お<ー>はい、ただ、まあ、残念ながら不合格になってしまって、まあ、そうですね。が、学力的には、ちょうど、まあ、あの。 ああまりあれかなでもそれがちょっと僕の中でも心残りではあったんですよある,あるというかなんで僕はちょっとこう,こうやってなん一般受験でこだわるかっていうことをやっぱちょっとなんかもっとやれたというかなんか,もなんかそのやっぱちょっとまだ後悔があるんじゃないかみたいなやっぱあってそれでなんかやっぱ一般入試にちょっっっとこだわってるっていいいるるうのはあるかもしれないです、はい、投資のリターン内容に疑問の言葉が相次ぐ。 をを動かかすすきっかけを探す虎の面々対する受験生の答えは出資するっていうことになるためには、はい、その田中さんが一生懸命頑張っているところがあるをちょっと知りたいなっていうのが正直あって、はいはい、まあいろいろ多分田中さんが過ごしてきて、はい、今勉強に後悔したくない っていうのであれば、はい、今どれぐらい頑張っているのか、一、はい、日例えば二十四時間あるとしたらどういうスケジュールで勉強されているか教えてもらってもいいですか？はい、えー、今はそうですね。今はやっぱちょっとあのー、あんまりまあできてないっていうのが正直なところではあります。一応なんか英語とかはやってるんですけど、まあそうですね。まあちょっとそれであのちょっと。 あの一応僕も何今何もしてなかったわけじゃなくて、ああ一応なんていうか、一応、あの、まあ、なんかも、もしはちょっと受けてないんですけど、まあ、その学力の証明となるような、あの、ちょっと持ってきたんですけど、一応、えっと、去年、日本大学を受けまして、一般で、えっと、後期入試なんですけど、一応、まあ、合格はしています。はい。で、一応、他の資格としては、英検二級と関検二級を取得しているっていう状況です。えっと、あの、今僕が伝えられるような。 あの学力の指標としてはですね、はい。なんか成績表とかってあったりはななんもないですかね。一応なんか日大のちょ追加合格なんですけど、まあ候補順位としては三十位みたいな風には書いてますね。あ、なんかなにか点数みたいなそういうのはちょっとないんですけど。はい、日大の後期って難しいんですか。 前期よりは難しいぐらいまあそうですね KO とはだいぶだいぶだいぶ距離があると思いますね結構合格してる自信あったんですけどちょっと追加合格かってなっていやあやっぱなんか難しいなってなります本なんんかあま結構 好きだな。眼中になかったところだったんですけど。キャ,いいキャラいいですよ。はい、やっぱなめなめてたらダメだ、ね。神大辞め神大辞めたのがこう当時アンジャッシュ渡部の不倫騒動が起き、渡部の出身大学が神奈川大学で同じ大学なのが嫌だった。<laughs> えそれマジマジ？い,いやガチで。いや,いや本,音本音で？いや本音で。あ <laughs> 出ましたよ。え出ました。お前 <laughs> さん十万 <laughs> はい。

からでも大学には行きたかったから、かといってもお、青学とかそ、あの、まあ、現役の頃は憧れてたんですけど、まあ、その、で、渡部も好きだったんですよね。え渡部のことも好きだっでした。嫌いでした。<laughs> 嫌いや、嫌いなんかい <laughs> あ。いや,いやそ、まあ、嫌いではなかった。<laughs> 好きでもなかったです。<laughs> めっちゃおもろい。 でまあ、一応なんか神奈川大学が新しいキャンパスを作るってなってみなとみらいキャンパスめちゃくちゃ駅前のねあそうですそうです,そ,うですあそこでなんか僕の中で立地の大学が良かったんですよねちょっとなんかおしゃれみたいなさなんであキャンパスも新しくなるしあここならまあレベル的にも行けるて手の届くところなんじゃないかと思ってじゃ神奈川大学受けてで2020年に。 はえー、横浜に、えっと、引っ越してそのまま行ったんですけどちょうどその時にコロナが流行ったんですよ実際にだから大学に行ってキャンパスライフを送るみたいな,なそういう理想的な大学生活が送れなくなってしまいましてそ,それならそれでもそれなのにでも授業料とか普通にかかるわけでだからそれだとなんかちょっと行ってる意味が。 そこから追い打ちとしてその渡部の不倫事件が起きていたのでそれが決定弾になりましたり渡部がそれになってもう,あもうや,やめようってなりました。 渡部の影響力半端ないですね。すごいいやもう当時めっちゃ叩かれてましたし。本当にいや、叩かれますけど、はい、渡部の多目的トイレで大学辞めたやつは、はい、多分なかなかいないっすよね。田中さんだけなんですか。友達も辞めた。いや友達いないんで。なるほど、僕は関西から引っ越してるんで。<ー>はい、ね、あの。 にコロナ禍でやっぱそうそう、ね、会えなかったから、はい、僕結構田中さんの人柄 <laughs> 個別指導塾キャストダイス塾長小林翔 YouTube キャストダイス TV を立ち上げ教育系 YouTuber として情報発信先取りと勉強量を重視した受験生サポートコンサル事業で学びの場を拡大する学習塾協会の東大王の前にサインは投げられるどの目が出るかは受験生次第 僕結構田中さんの人柄っていうか結構だいぶ好きなんで、はい、応援したいんですけど、はい、ただまあただちょっと真剣にこの場で考えるべきなのは2つあると思ってて1つはやっぱりこうリターンの部分で、はい、もちろんその別に僕らもお金が欲しくてやってるわけではないです。じゃあ ね、気持ち的に、じゃどんなことする、ね、あのしますよとかっていう気持ちをなんかこう示していただきたいなっていうのはありますとで、2つ目は、とはいえ、やっぱり将来、本当に弁護士を目指すのであれば、はい、別に慶応を受けるのもいいとは思うんですけど、なんか本当、予備試験とかも真剣に考えてほしくて、はいはい、去年、普通に司法試,試験を受かった人が1400、500人ぐらいいるんですけど、400人ぐらい、予備試験の突破の人なんですよ、結構、あれ多いんですよ。はい、なのであのでで本当ににこれれから真剣に勉強するいいうううあばそ道も 取らさないでほしいなというふうには思いますね。はいはい、僕的には別にこの92万円がその司法試験の勉強代になってもいいと思うんで、<ー>僕は、はい、僕はですけどね。はい。なんで今1日の勉強時間5、6時間ぐらいなんですか？なんか司法試験に受かるためには勉強時間まずそもそもめちゃくちゃ取らなきゃダメなのと、ね、弁護士になりたいために慶応法に本当に行きたいんだったら、多分今10時間とか勉強してると思うんです。あ、はい。そうですね。はい。 確かにちょっと行動としては、ちょっと伴ってないところは。赤いいな、君。あ<ー>いやいや、好きなんだよ、ねいいまあ、素直なそこもでもいい。素直だはね、なんかその、かっこ、まあ、つけようとしないのがめっちゃ好きい。や、でも、そうなんですよね。<laughs> 渡部もあるしい。いや、この路線いいっすね。いや、もうむしろこれで来てほしいっすよね。ポンコツならポンコツでいいよって。いや、まあまあ、こんなに。ま <laughs> あの褒められると思渋谷あんまり褒褒めめてないい<や> <laughs> あん<の>ま勉強もも正直でですやるなら一生懸命やらななないいととととねあ年ちょっでですすかかそんな簡単に受かるとこじゃないですよは渋谷アマスラクリニック院長ドラゴン細井。 美容外科医として数多の施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる けど全然そのなんか制度も把握できてない感がすごいというか <laughs>、はい、そのまだその弁護士になる最短ルートとかを全然把握できてない。そうですね。だから基軸がどうしてもその生活保護になっちゃってるから、はい、なんかそこから慶応法行くもんなんだよなみたいなテンションだよね今ね、うん。ああ、はい、みんな行ってるんだろうねみたいな。けどそれってむっちゃ時間かかるやん。だって少なくとも受験に2年、学部4年。 でで大学年その後収集2年1年2年何年かかんのって弁護士になるまでにこれねやばないそうですねどっかショートカットしようって思うのが普通の23歳あとは慶應に行けたとして生活保護がなくなっちゃうのでその後の生活のプランニングとかっていうのは何か考えてますかいやすいません全然考えてないんかそのアルバイトがちょっと厳しいって話だったんでまあそうですね なんか塾講師とかで稼ぐとかそうです田中さんの人生でこれを実現したいっていうのは何なんですか、はい、その本当に弁護士になりたいなのか有名になりたいお金稼ぎたいまあなんかいろいろあるじゃないですか、はい、もうなんか包み隠さなくていいんでああで金持ちになりたいその中で弁護士っていう選択肢が最短ルートで自分の夢が成し遂げられるやっぱまあ稼ぎもいいでしょうし、うんはい、まあなるんなら弁護士がいいんじゃないかな 弁護士か、医者かみたいな。うん、短期的に言ったら、なんか慶応通信ユーチューバーになった方が結構バズりそうですけどね。めっちゃおもろいですよ。あ、そうっすよね。まあ、確かにユーチューブとか。ね、結構ユーチューバーっぽいですよね。いなんかユーチューバーってこういう感じの人多くて。あ、確かに。なんか社会的には、その組織で働けないんだけど、個々めっちゃおもろいみたいな。 ううとししてるしね ADHD で向いてる食料一覧とか見てるんですけど確かに YouTube っていうの。<laughs> 一覧調べてそれ調べる時間あったら弁護士のこと調べなさいでもそこに弁護士っていうのも確かあったような弁護士を選んだそうですそうででもねそれこそ弁護士でそれこそ犯罪してしまう人を助けたいってことであればねその人のコミュニケーション力とかは人一倍必要になってくるわけで確かにこの逮捕されたやつもうちょっと詳しく聞きたいですね何万引きしててどうやっっ捕またのか えっと、普通にもうごあの食べる食べ物というかちょっとコンビニすかあってああそうスーパーとかスーパーでで G メンみたいに捕まったんですかあ、そうですねえしっかり捕まったんですかしっかり捕まりましたしっかり捕まったそれすなじゃあなぜに食べ物を取ってしまったのお金がなかったお金がなかった家にもわいとはちょっとなんかあんま連絡取ってないもうなんか縁切ってるみたいなそんな感じあ、これ今もですか まあ母,親とは母親も一応奈良出身で奈良に住んでるんですけど、はい、あ一応母親とはたまに連絡は取ります父親と妹がいるんですけど父親に関してはもう特にもう本当に全然連絡取ってなくてというのも父親がほぼな虐待というかちょっとそ,そういうのに近いことあったんでされてたというか、まあ、お父さんとお母様は今も一緒に住んでらっしゃるのあ住んんででまま離離婚婚さされた離婚ですお母さんの方とははだ交流が少しある、はい まあ、でもお母さんもあんまり好きじゃないの？まあお母さんはまあ普通に好きです。うんうん、ただまあただまあお,お母さんにもお金はないので、はい。お母さんも自分で自分生きていくのが精一杯も。もう僕もこの23という年なんで、もう母親ももう自分でできることは自分でやってっていう感じのスタイルなんで、あのもう学費とかもお母さんが出すっていうことはもうないですね。費用通信のも今自分で出されてるんですか？初期費用だけはお母さんが出してくれたんですけど、なるほどもうこれ以降は。 まあ、自分で何とかしろと。母って言わないとね、コメント欄がまたね。お母さん。母です。母。もっと青学志望だしね。そうそう。いろいろ被るといや、分かってたんですけど、いや、僕中山れん。ちゃんと見てきた。ちゃんと見てきた。いや、め、っちゃ面白いじゃないですか。いや、身もなかなかに面白いけど。いいですね。いや、ら知ってたんですよ。あの、じゃ、いや、でも、無意識に出ちゃいましたね。お母さん。いやすいません。いや、だめ。 もう汗が空いてるもん。あ、そうです。ちょっと暑、ね、くないですか。僕はちょっと厚着なのかもしれない。<laughs> 受験生の素直な言葉に笑いが絶えないタイガーファンディング。和やかな空気感で進む戦い。物語は終盤戦へ。一体どうなる。まあ、成人年齢が引き下げられたってことは、つまりその少年法の、少年法の取り締まりも厳しくなったっていう。うん かあの、捉えもできるんですよ。だから、次はちょっと助ける側にちょっとなりたいなっていう。受験生版タイガーファンディング、志願者募集中夢に踏み出したい熱意のある方、大募集詳しくは、概要欄から